マッキントッシュ型の高等教機関相関した正門を、直立高等胸で見ている。様子高等胸とは、気管相関等において、高頭を展開する際に用いる器具。機関相関は主に呼吸不全をきたした重症患者や、全身麻酔によって呼吸が停止した患者に対して行われるため、機関内チューブを素早く確実に気管に進める必要がある。 しかし、気管の入り口に当たる口頭の上には、喉頭蓋や舌根があり、チューブの侵入路や視界が妨げられる。高頭目視できないまま気管相関を試みると、チューブが食道に入ってしまいやすい。口頭鏡は、口頭を証明するとと,ともに、この喉頭蓋や舌根を動かし口頭を展開する、ことで、気管相関が行えるようにするための器具である。高頭鏡以外の手段として、 機関支ファイバースコープをガイドにして機関相関を行う場合もある。なお、高等や語尾空の観察のために用いる小さな鏡や生体の手術に用いられるものも高等鏡と呼ばれる場合がある。生体手術に用いられるものは直達高等鏡と呼ばれる。高等鏡のブレードの型には極型と直型がある。英国の麻酔科医。 ロバート・マッキントッシュは、喉頭蓋の間接的な巨状の原則を発見し、1943年、彼の名前がついている極刑の高等教を開発。1955年に、イギリス国王から功績を称えられ、ナイトの称号を与えられ、マッキントッシュ教となった。一患者の頭部を硬い枕に置いて、口屈させ、匂いを嗅ぐように右手の母子と獅子で、 上下の熾列を押し開くように開口する。左手に後頭鏡を持ち、ブレードを右広角から挿入し、下の右蛇沿いに進めながら、中心部へ奥の方に持っていく。下の基部に喉頭蓋が見える。3. 喉頭蓋先端のすぐ下にブレードを滑らし、下顎と頭部とを上げて45度で上前方へ向けて、持ち上げると後頭が現れ、正門を確認する。見えにくいときは、 工上軟骨を押すと有効な場合がある。枕を追加して見えやすくなることもある。口頭鏡を深くかけすぎると、口頭全体が持ち上げられて、口頭外ではなく、食道が現れてくる。正門が見えないことが稀にあるが、卑劣軟骨が見えれば、相関は、おおむね可能である。4右手に、基幹チューブを持ち、右口角から正門を越えて挿入する。基幹チューブの下腹は緩めておき、 カフが正門を通過するのを確認する。成人の場合で 2cm から 3cm 期間内に進める。5高等鏡をゆっくり抜去する。6機関チューブのカフを膨らませる。自家型の手順と異なるところもあるが、ほぼ同じ手順である。下の右方でブレードを進め、下を左へ避けながら、ブレードを中心に持ってくる。喉頭蓋は持ち上げない。ブレードの先端は、 絶根と喉頭蓋との間に置く。後頭胸を前、髪型へ、拳上すると、絶骨後頭蓋人体が伸びて、喉頭蓋をブレードに向かって髪型に引き上げるようになり、正門が露呈する。よく見えないのは、ブレード挿入が深すぎて、後頭蓋を固定して、これを動かなくしている場合が多い。正門自体は、直型ブレードが見えやすいが、末筋トッシュ型の方が、 後頭展開が容易である。チューブを通す空間的なゆとりは、末筋と死型が外して広い。咽頭表面の近くは、絶因神経支配であり、後頭部や喉頭蓋下面の近くは、迷走神経より分子した上後頭神経支配である。このため、直型ブレードによる刺激は、後頭痙攣と咳を起こしやすいが、極系ブレードは、直型ブレードに比較して、 口頭痙攣を起こすことが少ないとされる。胸郭が寒気と同期して上下する。呼気時の気管中部に曇りがある。聴診器で左右の呼吸音が聴取できる。上腹部聴診で以内への空気の流入音がない。カプノグラム波形が出現する。経費酸素飽和度が99から100%である。ことを確認する。軌道のトラブルを含む、呼吸器系の合併症素棒な操作による、顔面。 更新、口腔内、下の損傷に伴う出血と、死が損傷期間内への誤嚥期間チューブによる軌道の損傷、チューブの閉塞、屈曲、圧迫による軌道閉塞食道相関、気管脂相関高頭経連、気管脂経連、バッキング、息ごらいなど循環器系の合併症血圧の上昇、または低下頻脈、または除脈不整脈心筋拒血、 心筋梗速全身麻酔薬及び導入補助薬に起因する合併症アナフィラキシー反応多くの直視型高等鏡は術者が握るハンドルと患者の高等を広げるブレードの2つの部分からなる。ハンドル内には光源があり、光はブレード内のファイバーを通じブレードは取り外し可能で様々な形状、サイズのものがある。ミラー型高等を展開し、 術者が口頭を口の外から直接覗き込めるようにする従来の高等鏡。ブレードの形状によって以下のように分類される直家型直線形のブレードを持つ。喉頭蓋をブレードの先端で直接押さえることで高頭を展開する。新生児や乳幼児に使用される場合が多い極型曲線形のブレードを持つ。 喉頭鏡の基部をブレードの先端で押さえることで喉頭を展開する。マッキントッシュ型のブレードの先端付近にヒンジを組み込み、手元のレバーで操作できるようにしたもの。ビデオ高等鏡ブレードの先端にカメラがついている高等鏡。直視型高等鏡と比較して以下のような利点がある。欠点としては軌道内の分泌物や出血により、 カメラが覆われると視界が妨げられてしまうことや構造が複雑なため直視型高等鏡よりも故障しやすいこと、電力が必要なことが挙げられる。以下のような製品がある。マグラスモニタ画面一体型のビデオ高等鏡。蒸気のマッキントッシュ型のブレードを持ち、同様の操作で相関が行える。エアウェイスコープ日本で発明されたモニタ画面一体型のビデオ高等鏡。 一般的な高等鏡がケーブを硬屈させる必要があるのに対し、これは自然な統計くらいのまま挿入することで、ブレードの先端が喉頭が一部に至る。グライドスコープ本体は、ハンドルとブレードが一体化した構造をしており、ケーブル接続によって外部モニターに映像を映し出す。標準麻酔科学第6番第1冊2011年4月15日発行監修者。 湯げ毛文発行者株式会社医学書院、ありがとうございます。